永翔太、プレッシャーに打ち勝つ方法は3つある。カブスの今永翔太はメディアの取材に応じてプレッシャーについて語った。感じてないですね。プレッシャーに打ち勝つ方法が3つある。1つが自分が今ここにいることは、自分がこれまでやってきたことを周りに評価してもらってのことなので、自分の力以上のことを証明する必要はないってこと。2つ目は、ダメな結果だったからって自分の人生がダメなわけじゃない。それは逆もしかりで、自分がどれだけ良い成績を出したとしても自分がすごい人間なわけでもないですし、偉くなったわけでもない。また哲学しやがって。今永先生の講義が聞けると聞いてきました。あんまりプロ野球選手が逆もしかりとか言わないよな。なるほどな。マウンドに立ててる時点でその実力があるのは間違いもんな。ただ大事な場面で実力通りの結果を出すのがめちゃむずいんだけどな。人生全てかけるわけじゃないって思え。今永、3つ目は、いろんな外野の声だったりメディアの声は気にする必要がない。遊撃士のスワンソンからそれを教わった。今永、エースのスティールからはプレッシャー、メイク、ダイヤモンドという言葉をキャンプの時に聞いた。今永、日本の時に抱えていた自分なりのプレッシャーとか、そういったものが全て剥がれたような気がして、今の自分の立ち位置ではすごく役に立つ言葉でしたね。プレッシャーがない仕事なんて大した仕事じゃないってことやね。プレッシャーを乗り越えてこその輝きや、ダイヤモンドのように輝く今永先生。7月今永翔太、 1.89、 19回、1勝0敗、24K、 3登板3球 S、 自責点4、値四死球4、基本メイダー3、 K、BD、 8.00、 リップ 0.89。 ようやっとる。これぞジュエリー今永。持ち直したね。一時期のあれは疲労だったか。めちゃ良くなってるやん。大炎上は何やったんや。どんなピッチャーも炎上くらいする定期。6、11、メッツ戦3回10失点。これさえなければシーズン中2回も確変起こるもんなん。きっちり飛翔はしててくさ。監督も飛翔壁を分かってきたらしくて、ソロホームランを1本打たれたら80球で交代させたな。意外と落ちてこねえな。先月の10失点がなかったらマジでさい。ヤング賞もあっただろ。あの登板だけでもったいないわ。2点内でフィニッシュできれば大成功だな。管理人のつぶやき、今永先生の哲学コメントを発見しましたので紹介させていただきました。今永先生は投球術やフィジカルが一流であり、メジャーに通用しているのはもちろんなのですが、実は他の投手よりも抜けているのがメンタル面なのかもしれませんね。逃げたくなるような強打者に対してもゾーンより少し高いくらいのところに躊躇なく投げまくりますからね。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。